夏休みずる休みよー先生ケースだよ。よっしゃ、今回からねまたストーリーに戻っていきたいと思います。見てください、これ13人、このフレンドの数13人ですよ皆さん。これ仮面ライダー龍騎出てくる仮面ライダーの人数ですよ皆さん。こんだけおったらさ、それなりにミサネちゃんもさ、なかなか多く友達を作ってきましたねみたいな感じで思ってくれるからな。素敵、結婚してくださいみたいな感じで思ってくれるからな。お前もう大丈夫なのですか。よし、いけるよ。そうですか、それでは行きます。あれ、ちょっと待って、友達ビットホンのデータを見てください、見せてくださいじゃないのお前。いきなりなんか来た。え、何今の。以前よりも衝撃が大きかったですね、うん、少し外の様子見ていきませんか。そうだね、そうしよう。どうしたどうした、ちょっと待って、ビットホンのデータタイムは、ビットホンのデータタイムは毎回恒例なのにさ、毎回恒例なのにさ、ちょっと友達が臭くてさ、もうちょっと頑張ることはできなかったんですかみたいな感じで罵られるのちょっと楽しみだったのに。なんなん罵られるの楽しみってお前。あ、おお、みゆみちゃんどうした、シャッチは。みゆみさん、わあ、これなんか怪しい怪しい。みゆみちゃん見た目がさ初期状態からさ、なんかなんかに乗っ取られそうな見た目、見た目しておけさ、ちょっと紛らわしいけどなんかそれでもおかしい。こうやってどうやらあのハッカーのキラリさんなどと同じように反応がなくうつらな目をされています。これは意識を完全に乗っ取られた状態なのかな。この状態でお尻とか座っても大丈夫かな。可能性としてはそうでしょうね。あとセクハラはやめてください、うん、少し急がなければならないようですね。早く未来の七瀬さんのところへ行かなければ。うん、ミミさんを日光に当てたまま危ないからマッシュンの影の方へ移動させて行こう。その時、お尻に触りそうになったけど、ミサエちゃんがすごい鋭い目で見ていたので、やめました。こうだったっけ？わー、なにこれ！わー！なんかすごい画面がいっぱい、画面がいっぱい、こんなに画面があっても使い切れないよ。なにこれ？おおお、バグ？はい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 、はい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 、よし。あ、まだあるわ、まだあるわ、やっぱ。はい、あ、待て、あれ、間違った。はい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 、Cってどれ、これが、はい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 、XCZ、 はいはいはい、 X どこやった、これか、はい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 、よし、もう一個ぐらいあるだろう。ああ、あったあったあった、はいはい、CZCXAZZC、 はい、えい、X これ、まだあるん？長い長い長いですね。長いですよ。長いですよ。長いは行きませんよ。XZ。XZ。よし。あ、まだこれが。ってことはこれさ、ラストかな。よっしゃー。この先におるのか。未来の七瀬くん。七瀬くんが。未来の七瀬くん。未来の七瀬くん、大人の七瀬くん、大人なし、大人なしって呼ぼう。
やあ、過去の僕とミサイちゃん来てくれたんだね。大人らしい。さて、そうだな。じゃあ少し過去の話付き合ってもらおうかな。ああ、過去とは言っても君にとっては未来の話だ。僕の性格から過去の僕が未来に希望を持っているとも思えないけれど、聞きたくなければ耳を塞いでくれくれ。管理プログラムについて、僕はプログラマーとして働いていたんだけど、未来で偉い人に頼まれて初めて作ったんだ。でも偉い人たちはそれを使って縛り上げるような社会経済を作ってしまった。僕はなんてものを作って渡してしまったんだろうって思ったんだ。他人の多くはそれを望まなかっただろうし、悲しむ人もそれなりに多くなったから、僕は管理プログラムを作る前に戻ろうと思った。だからタイマシンを作ったんだ。タイマシン開発したんじゃ、ナナシ君。タイマシンって、はい、作ろうって思っても作れるものなの？実際にナナシさんは作ったんです。ナナシさんに作れないものなんてないのかもしれません。マジっすか。だったらさ、胸を大きくするような薬とか作れませんか？ミサイちゃんのこの小さいおっぱいをどうにか大きくできますか？ああ、ありがとう。とは言っても、僕だって完璧じゃない。あまり時間もなかったし、丁寧に作ることもできなかった。作る前に戻ろうと思ったら、8年も前に戻ってしまったんだ。まあ、年月が違いど、管理プログラムは存在しない。でも、よく考えたら、これを使ってもっといい方向に未来を変えることができるんじゃないかって思ったんだ。え、マジ？ちょっともうちょい、さらにどうにかやってみようかって思い始めてきたんじゃん、お前。みんなが幸せになれる方法を考えたんだよ。夢は世界平和。これは昔から変わってない。方法なんて、至極単純なものだった。意思の統一。そうすれば、衝突なんて起きない。これで争いもすれ違いもなくなる。みんなで手を取り合って笑い合える世界の完成だよ。とさ、その意思の統一、確かに争いもなくなるかもしれんけどさ、それって個性もなくなるで。人間違うからこそ衝突して、それで争いもあるんやろうけど、だからこそ人々の個性を尊重し合わなあかんっていうこともあってさ、そういうことやで。語彙力がないな、俺。もっとも、お手伝いの方が、いろいろとやんちゃをしてしまったけれどね。まだ悩んでる？そうしている間にも、処理は進む。全人類だから、時間はかかるとはいえ、残された時間は長くないよ。そうだな。なら、もう少し教えてあげよう。僕がここに来て、過去の僕に干渉した時点で、過去になかった管理プログラムを作った時点で、今と僕という未来はすでになかったことになる。どちらにせよ、僕の存在自体は消えるんだ。この管理プログラムという形態を残したまま消えるか、それとも全て元通りにして消えるか、たったそれだけの違いだ。ああ、僕のことを心配とは言っても、僕のことだから、僕自身のことを一番不必要なものだと思っているだろうけれど、唯一娘ちゃんが気に病んでしまいそうなのが心苦しくはあるかな。娘ちゃん、最初からこれを知っていながら過去に来た立場の娘ちゃんか、そういうことになるんじゃ。そろそろ答えを聞かせてもらえるかな。過去の僕、君は未来をどうする？俺は、俺がこの世界から消えればいいんだ。ナーシ君らしい自己犠牲。ナーシさん、何をしているのですか？そちらは危ないですよ。見ての通りだよ。俺がこの世界から消える。そうすれば未来の俺もなかったことになる。そうだよね。ああ、過去の時点で消えれば
その先もなかったことになるよ。うん、よかった。よくない。俺が死ねば世界が平和になる。よくない。夢も叶って一番幸せな俺の命の使い方だ。世界一の自己犠牲。ミサネちゃんのお願いでも今は聞けないかな。危ないから来ちゃダメだよ。ありがとう、俺のこんなわがままに付き合ってくれて。ごめんね、こんなに迷惑をかけてしまって。バイバイ。俺は今最高に幸せだ。本当にかよ。そう言ってナナシさんは笑顔でこの世界から消えた。世界に私一人を残して彼は消えてしまったのだ。ノーマルエンド。ワンビットハート。ワンビットハートじゃねえよお前。